岡田監督、初回3点は重いよ。今の状況から言うと、ソフトバンクロク、2阪神、15日、みずほペイペイドーム、阪神は近本を13試合ぶりに1番に戻し、佐藤輝を4月14日の中日戦以来、今季2度目の4番に起用するなど大幅に打順を組み替えたが、序盤の失点が大きすぎて逆転することはできなかった。岡田監督は、初回3点は重いよ。今の状況から言うと、立ち上がり悪かったな。コントロールがはっきりしとったもんな。と、ビーズリーが近藤にスリーランを浴びた初回を苦々しい表情で振り返った。明日から開幕ですかね。しかし、誰しも思っているだろうけど、ケースバッティングのできない仲間に送りバントも選択肢はなかったのかな。もう早く交流戦が終わってほしいの一言だな。タイガースはこの交流戦で散々な目にあった。確か貯金が6か7で交流戦に入ったが、5割になってしまった。岡田監督の采配も今一つ冴えない。死に物狂いでこの試合を得るつもりなら、初回無視二塁の場面は送るべきだった。近本を一番に戻したことで、てっきり足を絡めて手堅く得点をもぎ取るスタイルを試行しているのだと思ったが、違ったんだね。ビーズリーは前回で完投した反動でもあったのかな。6、8回に点取った時はちょっとつながった感じがあってよかったかな。少なくとも昨日よりはまだ希望を感じる。まあ想定内の敗北だわな。ビーズリーは初回今宮に投じたアウトローのストライク三振のはずがボール判定されてから苦しくなったようだ。また明日も才木が完封しないと勝てないパターンか。連敗脱出、貯金と A クラス死守、ストッパーはいつも才木。才木は頑張ってくれるだろうが、もっと打たないと。ヒットが出ても残塁の山じゃ意味がない。明日と日ハム戦は連勝しないとズルズル負けっぱなしになりそうで怖い。相手のデータを無視、左右両発動して自チーム選手の状態無視のオーダーを組めばそうなりますよ。今日なんか相手投手のデータ見てたのかわからへんけど、左打者何人並べました？コロコロ変えすぎてる気がする。左右関係なく状態の A 選手をうまく使わないと悪循環ですよ。うまくいきすぎたって言えばそうですが、固定して勝ち続けることのできた昨年はそうだったでしょう。岡田監督の迷走って感じですね。わけわからない打順変更ばかりで何をしたいのかわからないので、選手たちも困惑しているように見えますね。初回とはいえ普通に考えて、チャンスに近藤とまともに勝負させたのが悪い。申告敬遠じゃないにしても一塁相手だからさ、ほぼボールでよかっただろ。ビーズリーなんて近藤がどんなバッターか知らんだろ。いやいやバントしろよ。ノーアウトのチャンスでバントせずに中野のフライは嫌というほど見てるやろ。1点でも取れてたら気持ちが違うから、3点はなかったかもしれんのに。ノーアウトで二塁近本なら進塁打に内野ゴロで1点は入る。タイムリーなら文句はないけど、そういう野球も大事なんじゃないの。中野は2番打者の役割として最低でも進塁だ。そしたら森下が犠牲フライでも良いと楽になれた。中野にはサインでバントさせないと好き勝手やりすぎです。打たせるだけでいつか打つやろなんてことさせてるから点が取れない。監督は今どういう意図でノイジーをスタメンで使ってるかを教えてください。またまた苦しい試合を佐伯さんに託すのか、たまには楽な試合で慣れさせてあげてよ。ノイジーより豊田使ってやれよ。あと梅野、坂本じゃなくて中川は。また明日から開幕ですか。いくら才木でも明日も負けそうやし、今シーズンは開幕しそうにありませんが。また明日も才木に余計なプレッシャーがかかってしまったよ。そんなことないだろ。バントして犠牲フライ内野ゴロで1点でも良いだろ。正当化しすぎよ。意地でも初回から送りバントせんからね。日替わり打線不発、深く沼っとるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。